ここはアジャラシティで有名なお愛想幼稚園、私立セントマリリアンの幼稚園。それでは皆さん、バレリアン体操を始めますよ。両手分広がって、1、2、3、はい。お耳が長いウサギさん、とてもとても強いんだ。モンスターも一コロリ、今日も活躍バレリアン、憧れちゃうなバレリアン。そこ繰り返し、憧れちゃうなバレリアン。もう一丁、憧れちゃうなバレリアン。なんとも不愉快な歌です。何がバレリアンだ。本当に強いのは我々ストレスさんだということをモンスターを出して見せつけてやるっす。しかしエネルギー源のストレスがなければモンスターを作り出せないですしね。おお、何のことはないんだと。ここのちびっ子たちにストレスを与えればいいんだと。おお、頭いいです。大変だブ、セントマリリアンの幼稚園にストレスさんが侵入したみたいだブ。バレリアン出動ブ。セントマリリアンの幼稚園って私たちが卒園した幼稚園じゃない？可愛い後輩を危険にさらすわけにはいかないね。取りも倒さず、すなわち変身だな。さあ、プリンだよ。みんな食べたいっすか？食べたい！食べたいですよね。でもあげないです。おいしいの。滑らかでプルプルしてると、もっともっとプリンあるっすよ。でも君たちにはあげないんだ。いい感じにストレス溜まってるです。そこまでよストレスだ。いでよセロトニン、あふれろドーパミン、どこどこどこ、イラクテーション戦隊バレリアン、ただいま誕生。ストレスゲージがゼロになってしまったっす。あんたたち小さい子にストレス与えて楽しんでるなんて最低だぞ。こういう時はとりあえず逃げるに限るっす。逃がさないよ、待ちな。ゲー、捕まったです。プリンの魔法、卵とか砂糖とかで、ミルクどこどこどこ、それあと数分待ちましょう。さあ、できましたよ。プリンちゃん、さあ、仕上げはカラメルソースたっぷりね。みんな、ガンガンお仕置きしてあげてね。ねえねえ、うちらの幼稚園ってさ、こうやって上空から見ると何かに似てる気がしない？え、そういえば、あ、耳仙人。なぜセントマリリアンの幼稚園は耳仙人の形なのか、なぜ園長室にパンダブーとの通信機があるのか、バレリアン体操とは一体、これらの謎はいずれ明らかになるかもしれないし、そのまま知らばっくれてしまうかもしれない。うやむやなままお別れの時間ね。See ya。